サバナイスゲーム、井上です。ガンダムブレイカーモバイルやっていこうと思います。今回はですね、おまけのコーナーで、改造の、おすすめ紹介というところでやっていきたいと思います。今回ですね、スタービルドストライクガンダムと、ガンダムエクシアダークマターの2体がですね、改造追加されました。その中でですね、特に一押ししたいパーツを、ご紹介します。一押しと2番目かな。この2つを紹介したいと思います。まずですね、スタービルドストライクでございます。こちらですね、ビームサーベルですね、注目すべき点はこちらですね。もうこれ一択になるでしょう。パーツ特性、四角2でございます。磁気属性がパワーの時に射撃攻撃の威力 35% 上昇というところで、ビームサーベルでですね、射撃攻撃のね、威力のパラメーターを上げられるっていうパーツはかなり少ないと思います。今ね、ニューガンダムのビームサーベル使ってるんですけれども、使ってるんですけれども、こちらもね、ついてませんので、ぜひね、作ろうかなというところで、もうガシャもね、一回回しました。もう、今回のね、ガシャ回さないと、その改造に必要な、そうですね、素材が手に入らないので、すいません。これですね。で、これ今更かもしれないんですけど、もう、あれですよね。覚醒ど、連続でいっぺんにできるようになったんですね。これめちゃくちゃ嬉しいな。もうね、2週間ぐらい前に気づいてですね、いや、使ってたんですけど、これいいなって思ってました。はい。で、これを、改造と。まあ、改造にね、実際に、やっていこうかなってところでやってます。はい。こんな感じでですね、改造しました。で、他にも、まあ、その、EX スキルとかが強くなってる、パーツ、この射撃攻撃力に付随するとしたらこのバックパックだと思うんですけども、スタービームキャノンの方が貫通 A プラスの威力 B プラスまで成長しました。ただちょっとこれクールタイムが長めなんで、そこが難点かなっていうところですかね。あとビームライフルかな。ビームライフルは、あ、ビームライフルいいじゃないですか。ビームライフルもまあクールタイムが長いんですけど、貫通 A プラスの威力 B プラスまで成長してるんで、これも使い勝手いいのかなというところですね。射撃攻撃力も結構高めです。そしてやっぱり原作を見てらっしゃる方もご存知だと思うんですけれども、スタービルドストライクって言ったらもう RG ですよね。RGW ビルドナックル。こちらの方はね、A- まで成長します。で、クールタイム21秒、初回6秒って形なんで、まあそれほど気にならない、長さで最初浮いてるんじゃないかなというところですね。これも改造候補かな。で、このね、スターファンネルもね、いいんですよね。これ、クールタイム19秒ってね、結構早いですね。で、威力が A- なんで、威力ももう申し分ないというところもあるのと、あと、あれですね、投擲系で、遠くの敵に、ダメージを与えられる、そうですね、格闘なんだけど遠距離に飛ぶ、結構ね、貴重な武器になります。グシオンリベイクみたいな、ね、感じだと思います。まあ、そういったパーツになるので、ぜひね、作っていこうかなと。今ね、どれにしようか迷ってます。ハロチップがね、1695個しかないんで、次のね、お得部パッケージの時に買おうかなと思ってるんで、これで、さい、これ、まあ、あと何日かあって、イベントもクリアすれば溜まってって、もう一回ぐらい引けんのかなっていうところですね。そんな感じです。続いてですね、エクシアダークマターですね。こちらはまあ、他の方もおっしゃってたんですけど、胴体がかなり強くなってるかなというところですね。まあ、パーツ特性、これも同じようになるんですけど、ライフルカテゴリー時に、格闘攻撃の威力 35% 上昇と、パラメーター上昇系ですね。まあ、非常に、そうですね、発生させやすい。ライフルカテゴリー装備すれば簡単に発生させられるんで、これも非常におすすめなんじゃないかなと思います。で、格闘攻撃力のね、アップ系のモビルスーツって、その武器、その射撃武器そんなにこだわらずにつけてる方が多いと思うんで、タグでつけてらっしゃる方が多いと思うんで、まあそういった意味でもね、ライフルに設定しやすいのかなというところで、非常に使いやすいかなと思います。まあパワーでもね、テクニックのね、機体でも、発生させられるんで、このね、
特性はかなりおすすめかなと思います。そしてですね、2つ目がそうですね、こちらですね、バックパックダークマターブレード、これも貫通 A マイナスの威力 B プラスまで成長してます。これもともとね強いパーツなんですけれども、やっぱりクールタイム21秒、初回6秒という形で、で時期の格闘攻撃力 24% 上昇っていうバフ効果もついてるんで、かなり使いやすいんじゃないかなと思います。最近クールタイムをねかなり短縮してらっしゃる方がいて、まあそういった方が装備するとめちゃくちゃ連発できるんで、超おすすめかなというところですね。他もこれもそうですね、腕こちらもね、GN バルカン、もう今射撃アドバンスやってますんで、バトルサーキットこれもね作った方がいいかなというところなんですけれども、弾数が11発ある、これは非常にねいいところですね。そして各、貫通 A の威力 B プラス、貫通がしっかり乗った威力が高めの、弾数系の射撃攻撃というところで、まあ腕のね、弾数系結構多いんですけれども、いくらあってもね困らないんじゃないかなと思いますんで、まあ、これあればあるほど、あの射撃系のね、バトルサーキットクリアしやすいと思いますんで、ぜひね改造の方余裕がある方はやってみてください。以上がですね今回の改造おすすめの紹介でございました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。